スラバヤ側から望むスラマド大橋スラマド大橋は、インドネシアのジャワ島の都市であるスラバヤと、対岸のマドゥラ島の町であるバンカランとの間を結ぶシャバリ橋である。2009年6月10日に開通した、この長さ5438メートルの橋は、インドネシアで最も長く、マドゥラ海峡に初めて架か,かった橋である。シャバリ橋部分の3つのスパンは、長さが、それぞれ192メートル。 434メートル、192メートルである。この橋は双方向に2車線ずつの車道を有するほか、一つの非常車線と一つのオート街専用車線を持つ。インドネシア発の有料橋であり、料金は開通当初は4輪車は3万ルピア、2輪車は3000ルピアが設定された。この橋は、インドネシアの企業である PT アディカリャと、 PT はスキータカリアの共同企業体が中国路橋工程、中国港湾建設とともに建設した。この計画に要する走行費には連絡道路を含み4.5兆ルピアが見込まれている。建設は2003年8月20日に始まったが、2004年7月に橋桁が崩落し、作業員1人が死亡、9人が負傷した。工事は2004年末には、 資金の不足により中断したが、2005年11月に再開した。橋の主計艦は2009年3月31日につながり、2009年6月10日には一般向けに供用開始された。開通後1週間で多くのボルトやナット、点検用のランプが盗まれ、主計艦を吊るすケーブルにさえもバンダリズムの形跡が見られた。 このスラマド大橋の完成が成功を見たことにより、ジャワ島の西端とスマトラ島との間の澄んだ海峡を渡る、さらに長い橋の建設の可能性に対する関心が高まった。ありがとうございます。